こんにちは、R です。スプラトゥーン3噂調査団の R でございます。さあ、スプラトゥーン3になってもね、噂を調査していきましょう。第1号はこちら、じゃじゃん。ゲーム&ギター好きの日々の記録さん、ありがとうございます。スプラ3でアミーボ全種類呼ぶとどうなるんですか？やってみてください、ませませ。 OK、 ちょっとやってみようか。これどっから出るんだ？ここから出るのかな？出るね。はい、ではここでですね、アミーボが呼び出せるんですけれども、僕はね、スプラトゥーンのアミーボを全種類、集めることができましたので、ちょっと全員やってみましょうね。その前にこの箱の調査してみよう。おお2ではね、この裏がね、はっきり見えなかったんですよ。ただ後ろにね、回り込むことができるんで、マリオちゃん、そして3のイカちゃんで、注意書き、バーコード、すごい、ちゃんと箱が再現されてますね。おーオッケー、よし、行くぜ。順番は、1のやつ、2のやつ、で、オクトのやつ、そして、シオカラーズ、テンタクルズ、で、やってみましょうか。オッケー、読み込む。まずは、1の、ボーイからですね。じゃじゃん。お、出た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 。じゃん。ういっす。ここがバンカラ街か。すげえ。だよね。おっと、こんにちは。お、どこかで会ったことあるか？君って生かしてるし。よし、気に入った。これあげる。お、サムライシューズ。サムライジャケット。サムライヘルメット。他のゲームデータが書き込まれているため使用できません。アミーボのデータを消去して書き込めるようにしますか？もちろん。なるほどね。最初はこういう作業が必要なんだな。スプラトゥーン2。そうか。これから3だからな。さよなら。ここがバンガレガイが、すげえ、さっき見たでしょ。おっと、初めまして。おいおいおい、お、なんか君結構活かしてるね。でもバトルすればするほどもっと活かしてきそうだぞ。うーむ、君のことは要チェックだな。あのさ、よかったら君の公認サポーターになりたいんだけど、いいかな？サポーターにしてくれたら君が装備しているギアやカメラオプションを覚えてあげられるぞ。ほう。あと、マイコーデも覚えるぞ。え？マイコーデ 1,2,3,4,5 を全部覚えるってことかね。どういうことだろう。覚えたものはカスタマイズですぐに着替えられるし、便利だろ。どう？公認のサポーターにしてくれる？よろしく。何回タッチさせるねーん。さて、なんか知りたいことあるか？ギア、写真。なるほどね。写真ちょっとどこが撮れるか見てみよっか。じゃあね。なるほど。ここでマイナスを押して、写真モードに入り、それでアミーボを読み出すと、オーケー。おー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 、え、どこでも撮れるじゃん。すげえ。クラゲ、クラゲ、クラゲ。っていう感じですね。ちょっとこれ多分登録作業が各アミーボで入ると思うんで、そこはちょっとカットしていこうと思います。みんなのセリフを見ていきましょう。次、ワンのガールです。じゃん。ここがバンカラ街、賑やかだな。あ、こんにちは。あれで、どこかで会ったことあるかな？君って生かしてるし。へへへ。うん、気に入った。これあげちゃう。スクールローファー、スクールローファー、すげえ。そう、スクールローファー、ブレザー L。 お、ブレザー R。 俺 R にしようか。めっちゃくれるじゃん。イカパッチン。ここがバンカラ街、賑やかだな。あ、はじめまして。あれで、君ってなんか活かしてる。うんうん、バトルすればするほどもっともっと活かしてくると思う。君のことこれからチェックしていくのが良さそうだね。もしよかったら君の公認サポーターになりたいんだけど、いい？サポーターにしてくれたら君が装備しているギアやカメラオプションを覚えてあげられるよ。さらにさらに、マイコーデも覚えるよ。覚えたものはカスタマイズですぐに着替えられるし、便利でしょ。どう？サポーターにしてくれる？もちろん。はい、ポーズ。OK。さあ、次はワンのイカですね。ここがバンカラガイドスか。ええー、とこやね。あら、こんにちは。あら、アンさん、会うたこと、会うたことあります？なかなか活かしてはりますね。ふふ、アンさんのこと気に入りました。これ、差し上げます。パワードレックス。パワードスーツ。パワードマスク。
あら、お初にお目にかかります。あらあら、アンさんなかなか活かしてはりますね。でももっとバトルされたらまだまだ活かしてくる気がしますけどな。ふふ、目が離せません、お人やは。もしよろしいならアンさん公認のサポーターさせてもらいたいんですけど、エイドスか？エイドスよ。サポーターにしてもらったら装備してはるギアやカメラオプション覚えられますよって。あと、マイコーでも覚えますし。覚えたままカスタマイズですぐに着替えられるんどす。便利どすえー。どうえ？公認サポーターにしてもらえます？オッケー。よろしくどす。はい、ポーズ。今、逆さになっとったよね。次は、2のボーイですね。1とセリフは一緒か？忍び足。忍者スーツ。イカ影マスク、オツ。イカ影マスク、こう。日の絵とかって読むかな。はい、ポーズ。うん、動くね、動くね。うん、気に入った、これあげちゃう。キルトローファールーズ。キルトローファースゲソ。キルトカーでリボン。キルトカーでネクタイ。イカクリップ。サンキュー。チェン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 。はい、ポーズ。オッケー。パワードレック。グスオリジン、パワードスーツオリジン、パワードマスクオリジン。オリジンくれました。はい、ポーズ。で、タコ。ちょっとやってみよう。おお、ここがバンカラガイ、素晴らしいです。どうも、こんにちは。あ、お前、会うの初めてです。お前って。生かしてる方ですね。僕、お前のことお気に入りです。だからこれを差し上げます。お前ってどうにかなんない？タコーティカルのスネ。タコーティカルな鎧。タコーティカルなヘルム。よしよし。お前は、初めましてですよね。あ、お前、活かしてる方ですね。多分、そうですよね。ええ、きっとそうです。でもお前、バトルの経験を積んでいけば、たくさんたくさん活かす方に、なると思います。だから僕はお前を見ていたいです。だから僕、お前の公認サポーターになりたい。どうですか？あ、サポーターになったらお前の装備、ギアやカメラオプションを覚えるのできます。僕、マイコーでも覚えるのです。覚えたらカスタマイズで着替えるの早いから便利なんです。僕、公認のサポーターでいいですか？よろしく。ヤギ。映ってますよ、クラゲさん。よし、タコガール行ってみよう。ここはバンカラ街です。素敵なところと思います。あなたにこんにちは。お、私にこんにちは。あれ、前に会ったことあります？生かしてると思った気がいたします。私、あなたを気に入ったです。だから記念の品あげます。エンチャントブーツ、エンチャントローブ S、エンチャントローブ L、 エンチャントハット。あれ、ローブ2つあったな。あなた会うの初めてですよね。あれ、私はあなたに活かしてると思った気がいたします。そうですね、バトルに明け暮れるのです。バトルに明け暮れるのです。たくさん活かすあなたになるでしょ。私、あなたをチェックします。そしたらなんかいい感じですね。こういう時はあなた公認のサポーターになるって聞くんですよ。私、サポーターになるでしょ。あなたの装備、ギアやカメラオプションを覚えるでしょ。そして前コーデを覚えます。私、覚えたのカスタマイズであなたすぐ着替える。これ便利。いいね、サポーターします。かわいい。よろしく。いいね、いいね。はい、ポーズ。 OK。 さあ、次はヒレオですね。ここがバンカラ街。騒がしいな。むむ、前に会ったか？なかなか活かしたやつだな。うむ、気に入った。これを渡しておこう。ヒレオくんの足。ヒレオくんの手。ヒレオくん。そのものをもらったよ。見ない顔だな。むむ、なかなか活かしたやつだな。だが、お前の力はまだまだ隠れているぞ。もっとバトルをやってみたらどうだ？ふむ、伸びしろを感じるやつだ。そうだな、私が公認サポーターになってみるというのはどうだ。サポーターを知っているか。装備しているギアやカメラオプションを私が覚えるぞ。さらにはマイコーでも覚えることができる。覚えたものはカスタマイズですぐに着替えることも可能だ。便利ではないか。イカじゃん。
さあどうする？公認サポーターにしてみないか。いいよ。さあ塩カラーズやっていきましょうか。なんだろうな、ちなみに、ヒーローモードは今クリアしたデータでやってるんで、後ほどクリアしてないデータでもちょっとやってみますね。変わるかもしれんけね。ヒーローモード、塩カラーズとの絡みがあるかもしれないんでね。行ってみよう。まずは、アオルちゃん。出てきてくれたね。バンカラ街はいつも賑やかだな。あ、こんにちは、塩カラーズのアオルだよ。あれ、君会ったことある？すごい貸してるね。うんうん、気に入ったよ。そうだ。これ君にあげる。お、なんかくれるぞ。ヒーローキックス、レプリカ。ヒーロージャケット、レプリカ。ヒーローヘッズ、レプリカ。あ、はじめまして。塩カラーズのアオリだよ。あれ、なんか君ってすごい活かしてる？うんうん、私の目に狂いはない。たくさんバトルしたらもっと活かしていくと思うよ。はい。君は私の要チェックリストに入れておくね。そうそう、ちゃんとチェックしなきゃいけないし、君の公認サポーターになった方がいいんだけど、OK?サポーターにしてくれたらなんと装備しているギアやカメラオプションを覚えてあげられるよ。あとマイコードも覚えるし、覚えたものはカスタマイズですぐに着替えられる。革命的。どう？公認サポーターにしてくれる？もちろんよ。お、呼び出せる呼び出せる。ちょっとポーズ。アオリちゃん見てみよう。1、2、3、4。あ、4つだ。普通ね、この8個あったんよ。ボーイとガールはね。1、2、3、4、5、6、7、かっこいいなこれ、8みたいな感じで、8ポーズあったけど、アイドルは4つになるみたいですね。通常片手上げ、イエーイ、以下よろしく。なるほどね。はい、ポーズ。さあ、ホタル姉さん行ってみようか。バンカラ街は元気やね。どうもどうも、塩辛酢のホタルでーす。ん？君はじめましてやんね。なんか活かしたオーラ出とる。君のこと気に入ったし、これあげとくわ。アーマーブーツレプリカ。アーマージャケットレプリカ。アーマーメットレプリカ。こんにちは、塩辛酢のホタルでーす。ん？なんか活かしたオーラ出とるね。どんどんバトルしてったらもっと良くなりそうじゃね。君の動向をちゃんとチェックしたいから、君の公認サポーターになっちゃおうかな。サポーターにしてくれたら装備しているギアやカメラオプションを覚えてあげられるし、マイコーデも覚えるし、そうすればカスタマイズですぐに着替えられるんよ。便利っしょ？公認サポーター、どうかな？よろしく。そうね、ポーズが、この4つしかないもんね。通常、ちょっと上げ、ニア、以下よろしく。フィルターってこれだよな。はい、ポーズ。さあ、続いてテンタクルズなんですが、テンタクルズはね、どうじゃろう、出てくるかな。出てきたとしたら、悲鳴とクラウンとか、その2でもらった装備をくれるとは思うんですが、出てくるかどうかが、ちょっと微妙じゃね。やってみよう。まず、姫ちゃんから。おいでおいでおいでよ。あ、出てきたよ、出てきたよ、出てきたよ。うおー、ここがバンカラ街、マジワイルドじゃん。と、おっす、テンタクルズの姫だよ。出たー。ん、どっかで会ったことあるか？生かしたオーラ出てんな。気に入った、大サービスだ。これやるよ。ヒメイトスニーカー。ヒメイトパーカー。ヒメイトクラウン。ヒメイトクラウン L。お、S と L だ。出てくるんじゃん。と、よいよいよ、テンタクルズの姫だよ。ん、なんか生かしたオーラ出てんな。どんどんバトルしてったらもっといい感じになりそうじゃね？よし、がっつりチェックすることに決めた。そんじゃ公認サポーターになってみっかな。サポーターにしてくれたら装備しているギアやカメラオプションを覚えてあげられるしさ。あとマイコーデも覚えられるんだ。そうすりゃカスタマイズですぐに着替えられるんだぜ。便利だろ。公認サポーターどうよ。よろしくっしょ。出てくるんじゃね、びっくりした。2の時って塩カラーズ最初出んかったじゃん。ヒーローモードクリアするまで。そんな感じで出てこんのかなと思ったけど、かわいいね。興奮してます。はい。テンタコー。あ、これいいやん。はい、ポーズ。あ、動き出した。はい、ポーズ。
ジャギン。よーし。ってことは、飯田さんも出てくるよな。出たー、はは。バンカラ街は素敵な街ですね。どうも、私、テンタクルズの飯田です。あれ、どこかでお会いしました？活かしたオーラ出てますね。私、あなたのこと気に入りました。これ、受け取ってください。ラブレターかな。飯田ちスリッポン。飯田ちトップス。飯田ちヘッドホン。あ、こんにちは、テンタクルズの飯田です。あれ、なんだか活かしたオーラ出てますね。どんどんバトルしていったら、もっと良くなりそうじゃないですか？うんうん。あなたの動向をちゃんとチェックしてみたいので、公認サポーターになるってどうですか？ぜひ。サポーターにしてくれたら、装備しているギアやカメラオプションを覚えてあげられますし、あ、あとマイコーデも覚えますし、そうすればカスタマイズですぐに着替えられてとっても便利ですよ。公認サポーターどうでしょう？お願いしまーす。飯田さんでーす。ポーズは？1番。2番。3番。4番。いいね。クラゲ邪魔だな。クラゲ邪魔なんですけど、まあ、いっか。はい、ポーズ。いや、びっくりした。テンタクル出てくるとは思わんかったな。よし、じゃあ、こっから番外編にしよう。テンタクルズが出てきたけ、多分ヒーローモードクリアしてないデータでも、塩からず出てきそうな気がするね。ちょっと切り替えてみるか。と、その前に、スプラトゥーンのアミーボじゃないんですけど、これはね、スマブラのアミーボでイカガールがあるんですけど、それもちょっとやってみよう。じゃん。あ、こんにちは。これも、ワンのガール扱いになるんだよね、確かね。その、特別のギアをくれるかどうかわからんけど、ちゃんと覚えてくれたりはするはず。2はそうだったよ。あ、そうだね。ガール、1のガールと同じ反応してる。なるほど、なるほど。OK、よろしく。サポーターめちゃくちゃ増えたな、今日。よーし、切り替えていくぞ。スプラトゥーンストライク。さあ、ヒーローモードをクリアしていないデータに切り替えてきました。というか、まあ最初からですね。これでちょっと塩カラーズとか、まあ、テンタクルズもちょっと呼び出してみましょう。どこ行ってんだ？こっちだ、こっちだ。方向音痴なんですよね。やってみよう。まずは、アオリちゃん。まあ出てくるよね。多分テンタクルズ出てきたっけ？ほら出てきたわ。特に、あれだな。ヤッホー。プレイヤーのところから遊びに来たよ。よし、何でも教えちゃうよ。ああ、普通に出てきますね。まあ、ホタルちゃんも出てくるよな。どうもー。プレイヤーのところから遊びに来たよー。さあ、姫ちゃんやってみよう。出てくるね。おっす。プレイヤーのところから遊びに来たよ。ってことは、まあ、飯田さんもちゃんと出てくるよな。出てくるよな。なるほど、なるほど。こんにちは。プレイヤーさんとから遊びに来ました。よし、という感じで、アミーボ全種類やってみたんですが、2の時みたいに、ちょっとイベントが変わったりはせんかったね。2の時は、ホタルちゃん、アオルちゃんはね、ヒーローモードクリアするまでは多分出てこんかったよね。ですが、ちゃんと全員出てきました。もしかしたら、後々に、スリミ連合のアミーボが出るかもしれんじゃん。そしたらちょっと違うかもしれんね。オーケー、ご視聴ありがとうございます。このチャンネルではこんな感じで皆様のご依頼をもとに動画を作っております。何か気になることとか、あと小ネタとかね、ありましたら YouTube のコメント欄で教えてください。ませませい。チャンネル登録もよろしくね。15万人突破しました。ありがとうございます。じゃあねー。バイバイ。あ、そうだ。ヒーローモードね、発売日の夜に一気にクリアしたんで、もしね、もうネタバレとかも気にしないよっていう方がいましたら、ヒーローモード、最初から最後まで初期装備で実況しておりますので、ぜひ見てみてください。まだまさに。OK! じゃあね、バイバイ。